綺麗な海だな。ここがマクリル浜か。グリモ姉さんいるかな。どうした、ライフセット。女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど。それは男の永遠の手。ああ、女と息をするように嘘をつけるのが女。女の。わかる、わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えな。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃのう。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。
今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットはロクロウたちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのは。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく、アイゼンや六郎の出会った女性が極端だった。エレノアは嘘が嫌いな。え？あ、ライフセットが俺たちのようにな。言われなくても。エレノアも見かけより